水古伝水古伝108世一覧表、竹松通族水古伝合決108人のうち、行者、竹松竹松は、中国の小説で四大記書の一つである、水古伝の登場人物。天照星の生まれ変わりで、序列は、両山白第14位の高官。あだ名は、行者で、修行者の姿をしていることに由来。鋭い目と太い眉を持つ精悍な大男で、無類の酒好き。 憲法の使い手であり、行者姿になってからは二本の回答も用いた。実刑は武大、姉は半金蓮、総工、長生、孫次セ瀬音とは義兄弟。二十三回から十回にわたり主人公として活躍し、特にこの十回のことは武十回と呼ばれ、四大記書の一つである、金平売は、この武十回をさらに詳しく描いた作品である。また、 盲衆到着までとその後で性格が変化していることから、もともとは主人公も別の異なる話を組み合わせて作られたとされ、水古伝が様々な説話を集合させて作られたという説明の引き合いに出されることが多い。酒のため誤って役人を殺したという理由で最新の屋敷に身を寄せ隠れていた。そこで逃亡してきた双幸と出会い儀決定のちぎりを結ぶ。 その後、殺したと思っていた役人が、実は失神しただけということが判明し、故郷の清川家に帰る途中で、経費丘の一区糸らを退治したことにより、養国圏の戸頭に取り立てられる。さらにその町で働いていた兄、武代と再会したが、武代は竹松が出張している間に、姉の半近殿とその丈婦、サ門喜びによって毒殺される。 兄の死に疑問を持った竹松は奔走して確かな証拠をつかみ、兄の四十九日に、反ンキとサ門喜びを殺害して、仇討ちを果たし、その足だけに自首し、盲州に流罪となった。護送中、立ち寄った酒屋で振る舞われた酒に、一服盛られるが、缶づいてかかったふりをして倒れ、肉まんじゅうにしようとした、朝生夫婦を逆に懲らしめた。盲州に入ると、 天国の息子であり、盛り場の顔役であった、セウンの世話となる。ところが、セウンと盛り場をめぐり対立していた、超断念配下の正門神を叩きのめしたことにより、恨みを買い、盲州に赴任した、超断念の一族である総督の長毛方に、冤罪を着せられて、再度ル罪となった。さらに、古葬中に死角に襲われたことにより激怒し、死角や、 ご僧役人を帰り討ちにし、正門神と、正断連と、正門法一家を皆殺しにすると、今度は自主せず逃亡。その途中、長政夫婦と再会し、路地氏に野用子がいる、清州二流山へとの入山を進められ向かうこととなる。なお、その際に、追っ手から逃れるため修行者に変装し、これが、あだ名の由来となった。二流山へ入山後は、後に合流した、セオン。 そうただし、朝征、孫次上羅と共に、青州で一大勢力を築く。両山泊の攻略に失敗した、古縁尺が、青州で再起を図り東華山を攻めた際に、再登場し、青州三山と両山泊合同軍での青州攻めに、加わった後、そのまま両山泊へと入山。不評軍の東領の一人として活躍したが、放浪討伐の際に、敵の同志、 報道を打つと交戦中に妖術によって片腕を失い、外旋途中に駐屯した高州六和寺で中部で倒れた林中の看病のために残った。林中は半年後に死去したが、竹松はその後も寺男として泊まり80歳で天寿を全うした。ありがとうございます。